一つ質問をします。あなたはユリウステックに復讐する気はありますか？え？俺は驚いて顔を上げた。我が社は次のコンペで人工衛星の部品受注の権利をユリウステックと争うことになっています。 YK エアは必ず勝利しなくてはなりません。我々のチームに加わりロケットの部品を作りませんか？あなたのその素晴らしい才能と技術を私たちに貸してほしいんです。宮城社長は真剣な表情でそう言った。面接官たちの視線が俺に集中する。真相の鼓動がまるで自分のものじゃないようにドクドクと波打っているのを感じる。復讐という言葉には少しためらいがあった。でも次の瞬間、心の中をすがすがしい風が吹き抜けていくような感覚に襲われた。この出来事はその後の俺の人生を大きく変えることになっていくことになるのだ。俺は長谷川直人、24歳。幼い頃から宇宙に憧れを抱いていた俺は、将来はロケットを作る技師になりたいという夢を抱いていた。ロケットに関する文書や雑誌などの切り抜きを集めて宝物にしたり、宇宙百科事典などは端から端まで暗記するくらい夢中になって読んだ。小学校に上がると中小企業が行っているロケット教室やプログラミング教室にも足しげく通い、ペットボトルロケット大会はもちろんのこと、ミニロケット体験イベントやサマーキャンプにも必ず参加した。両親はそんな俺の夢を喜んで応援してくれた。一緒にイベントに参加したり、宇宙センターには何度も連れて行ってくれた。俺が覚えたての知識を得意げに話すと笑顔で褒めてくれた。そして中学、高校と必死に勉強に打ち込み、国立 T 大に合格、航空宇宙工学科に入学することができた。当時の俺は夢に一歩一歩近づいているという充実感と喜びにあふれていた。まさかその夢が絶たれる日が来るなんて、その時は全く想像もできなかったのだ。大学3年も残りわずかとなり、所属する研究室も決まったある日のこと、両親が車の衝突事故に巻き込まれたと連絡があった。あまりに突然のことに目の前が真っ暗になる。両親は病院に搬送されたが、すでに手の施しようがなく、そのまま帰らぬ人となった。家族を失い、経済的援助を失った俺は、生活していくために大学を中退し、働かなくてはならなくなった。俺は教授の勧めにより、たつき製作所に入社することになった。たつき製作所は、主に航空機の部品や自動車、工作機器などの部品を製造する工場で、大手ユリウステック工業の子会社だ。でも社長の寺内英吾さんが以前宇宙科学開発機構でロケットの開発に携わっていたこともあり、メインの仕事のほかにロケットのバルブエンジンなどの開発もしていた。本日からこちらで働くことになりました、長谷川直人です。国立 T 大で3年間航空宇宙工学を勉強してきました。事情があって卒業はできませんでしたが、一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。緊張しながら挨拶する俺に、従業員たちは大きな拍手をしてくれた。おい坊主、緊張なんてしなくていいからな、楽しくやっていこうぜ、肩の力抜けよ。おい直人、こっちに来てみろ、これがバルブエンジンの見本だ。これは昔、おやすさんが製作したものなんだぜ。すごいだろ？俺たちみんな、この部品の魅力に取りつかれてるんだよな。おいおい、ロケットばかりじゃなくて、こっちの航空機の部品も見てくれよ。歓迎会はどうする？お前、酒くらい飲めるだろ？じゃあ、今夜行っとくか。明るい会話が次から次へと飛び交う。従業員たちは、みんな俺が仲間入りしたことを、心から喜んでくれているようだった。初日からみんな俺を名前で呼び、まるで家族のように接してくれた。最初緊張していた俺も、徐々に心がほぐれていくのを感じていた。社長の英吾さんが笑顔で声をかける。いやー、びっくりしただろ。久しぶりに若い新人が来るって言うんで、みんなずいぶん張り切ってな。先輩ずらしたくて仕方がないんだ。皆さん明るい方ばかりで、すごく楽しそうに仕事をされているので驚きました。本当にここはいい職場なんですね。
みんな宇宙バカばっかりだからな。何言ってるんすか。おやっさんが一番宇宙好きでしょうが。受注された仕事ほっぽり出して、バルブエンジンにかじりつきだったのは誰だったかな。本田さんが横槍を入れる。え？いや、そうだっけ。あははは。その場が笑いの渦に包まれる。そんな姿を見て、俺は心が温かくなるのを感じていた。たつき製作所での仕事は本当に楽しくて、両親を失った悲しみは少しずつ薄れていった。そして、たつき製作所に来てから3年の月日が流れた。仕事にも慣れてきた俺は、時々営業も任されるようになっていた。取引先のクライアントは、俺たちの仕事ぶりを見て、その緻密で精巧な部品の一つ一つを手に取り、簡単の声を上げた。俺たち作業員にとって、そんな彼らの顔を見るのは、とても嬉しく、誇らしい瞬間だった。そんな、ある日のことだった。何？おやっさんが倒れたって？社長の英吾さんが倒れて、緊急搬送されたと聞き、俺たちは急いで病院へ駆けつけた。手術室に運ばれていく英吾さんを見て、俺は、両親のことが思い出され、無性に不安な気持ちになる。泣きそうな顔で、病院の廊下に佇む俺に、岩田さんが声をかけた。大丈夫だ。おやっさんはこんなことでくたばるような人じゃない。心配するな。祈るような気持ちで、俺たちは手術室を見守った。ランプが消え、医者から無事に手術が成功したことを告げられた。喜んだのもつかの間、後遺症が残るかもしれないということと、リハビリが長引く可能性があることから、英吾さんは仕事に復帰するのは難しいだろうと言われた。よって、たつき製作所に、親会社のユリウステックから新しい社長が派遣されることとなった。数日後、新しい新社長の福田祐介が工場にやってきた。福田は親会社であるユリウステック社長の御曹司で、業績の悪い子会社を潰して回っているという嫌な噂があった。きったねえ工場だな。おい、コーヒーくらい出ないのかよ。ここには女子社員もいねえのか。普通はいるだろ、お茶組の女の子がさ。開口一番、不平不満をぶつぶつ言う新社長に、従業員たちは皆顔を歪めた。なんだなんだ、お前らのその顔は。俺はだな、正式にここの新社長に任命されてきたんだぞ。ここの連中は上下関係ってものを知らねえのかよ。まあ、こんな落ちこぼれ連中の集まりじゃ仕方ねえか。俺はカッとなって叫んだ。ふざけるな。ここの従業員はみんな素晴らしい技術者だ。落ちこぼれなんか一人もいない。なんだお前、生意気なこと言いやがって。俺はな、こんな汚え工場でしか働けないような奴らは無能力者の集まりだって言ってんだよ。思わず殴りかかろうとした俺を岩田さんが止めた。なんだお前、やるってのか。福田が俺の名札を見て含み笑いをする。長谷川か。ふーん、お前、俺に殴りかかろうとした罪でクビな。待ってください、こいつはまだ新人で教育がなってないもんで、なんとか許してやってくれませんかね。岩田さんは俺の頭に大きな手を乗せると、無理やりぐいっと下げ、自分も深々と頭を下げた。だって岩田さん、ちっと黙っとけって。ニヤニヤしながら俺たちを見下ろす福田社長。まあ少しは礼儀をわきまえたやつもいるようだな。ええかお前ら、ここでは社長の俺、福田祐介がルールだ。逆らったやつは即クビだからな、覚えとけよ。福田社長はそう言い渡すと、不機嫌な態度で工場から立ち去っていった。その後ろ姿が見えなくなるや否や、従業員たちがみんなで俺を取り囲んだ。お前すげえな。よく言った。いや、かっこよかったぜ。すぐ上の先輩の田村さんと草壁さんが、代わる代わるに俺の頭をくしゃくしゃっと撫でた。ユリウステック御曹司のひでえ噂は聞いてたけど、まさかあそこまでとはな。
息子をよこしたってことは残念だが、この会社も時間の問題ってことか。まずいな。え、それは一体どういうことですか？俺は不思議そうに岩田さんに尋ねた。この辺の商店街を大型ショッピングモールにする計画は知ってるか？この工場もギリギリそのエリアに入るんだが、福田はここの工場をぶっ壊して、この土地を高額で貸し付けて大儲けをしようって魂胆なのさ。でも福田さんはユリウステックの人間ですよね。そんな勝手なことしていいんですか？ユリウステックの社長はたつき製作所みたいに古くて業績の悪い工場なんざ潰されようが一向にお構いなしなのさ。息子にまるでおもちゃを与えるように子会社を任せて、最後は潰して終わりってわけ。まったくひどい話だよな。そんな、少なくとも俺らがどんなにあがこうが叶うような相手じゃねえってこった。田村さんの言葉に従業員たちはそれぞれ複雑な思いでうつむいた。俺、次の就職先早く見つけねえと。俺もだ。直人、お前も早めに探しといた方がいいぞ。そんな、英子さんはどうするんですか？リハビリを置いて戻ってくるかもしれないじゃないですか。そんな簡単に諦めていいんですか？その言葉に反応するものはなく、無言で皆バラバラと散っていく。そこにいつもの陽気な明るさはなく、彼らの後ろ姿にはわびしさだけが漂っていた。数日後、予想通り福田社長は俺たちに何かと難癖をつけて首を言い渡し、とうとう従業員を全員解雇してしまった。俺は閉鎖された工場を見るなり、その場に崩れ落ちた。また全てを失ってしまったのか。ようやく自分の居場所を見つけたと思っていたのに、家族のような仲間を。俺は怒りに任せ、拳で地面を何度も強く叩きつけた。悔しかった、悲しかった。本当にもう工場を取り戻すことはできないのか。俺はふらふらと立ち上がると、病院へ向かって走り出した。とにかく無性に英子さんに会いたかった。英子さんなら俺の怒りと悲しみを受け止めてくれるはずだ。病室のドアを開けると、息を切らしてその場に立ち尽くす。よう、直人、そろそろ来る頃じゃないかと思っていたよ。岩田さんから事情は全て聞いた。お前、最後までよく頑張ったな。偉かったぞ。英子さんが笑みを浮かべながら言った。その優しい声を聞いた瞬間、ずっと胸の奥に抑えていた思いが湧き上がり、涙が溢れた。英子さん、俺、本当に悔しくて、その後も何か喋ろうとしたが、声にならず、それは激しいおえつへと変わっていった。英子さんは、ゆっくりと俺に近づくと、優しく肩や腕をさすった。そして、落ち着くのを待ってから、椅子に座らせてくれた。いやあ、すべてわしの病気が悪いんだ。病気さえなければ、皆をこんな辛い目に遭わさずに済んだものをな。英子さんは、ユリウステック工業が、たつき製作所を潰そうと企んでいたのを知っていたんですか？まあ、この不景気で、ユリウステックも随分打撃を受けてな。子会社を一部手放そうかという話は聞いていたが、まさか、こんなやり方で潰しにかかってくるとは。皆さぞかし嫌な思いをしたことだろうよ。かわいそうに。こんな時に何にも役に立てず、本当にすまないと思っている。この通りだ。英子さんは頭を下げた。英子さんのせいじゃありません。ただ、俺はこれから一体どうすればいいのか、わからなくて。再び泣きそうな思いが湧き上がってくるのを必死にこらえる。直人、お前、ユリウステック工業の面接を受けてみるか。え？でも、ユリウステックは俺たちの工場を潰した仇じゃないですか。そんなの絶対に嫌です。甘えたことを言うんじゃない。この世の中、食うか食われるかの厳しい社会だ。いつまでも過去にすがっているようじゃ未来は開けない。俺は、お前の素晴らしい才能と技術をこのまま埋もれさせたくないんだ。
お前だってこのまま夢を諦めたくないだろ。ユリウステックに認めてもらえれば、ロケット開発の仕事もさせてもらえるかもしれない。工場のことは忘れて、自分の未来のことだけを考えるんだ。いいな。そう言うと、エーゴさんは手に紹介状を握らせた。これを持ってユリウステックに行くといい。こんなものが役に立つかわからんが、ないよりマシだ。お前はまだ若い。挑戦し続けていれば、いつか必ずチャンスが訪れるはずだ。自分を信じて進み続けるんだ。そうエーゴさんに励まされ、俺は複雑な心境のまま紹介状を受け取った。俺はユリウステック工業本社の入り口に立っていた。まるで敵陣に飛び込むような心境で建物を見上げる。大きく深呼吸すると、俺は入り口をくぐった。本日は人事部の採用担当の方にお会いしたくて伺ったのですが。受付の女子社員が俺の顔をちらっと見ると淡々と対応する。ご予約はされていますか？いえ、でも紹介状を持っています。お名前は？長谷川直人です。少々お待ちください。俺はロビーに設置されたソファーに腰掛けると紹介状を握りしめた。女子社員が内線電話で話をしている。なんて長い時間なんだ。まだ数分しか経っていないはずなのに、まるで何時間も待たされているような、そんな感覚に陥る。そこに一番会いたくない人物がエレベーターから姿を現した。それはたつき製作所を潰した張本人、福田雄介だった。あれ、ここにどこその虫が入り込んでるけど、どうしたのかな？福田は俺の顔を見るなり、わざと大きな声で嘲笑うように言った。俺は思わず彼を睨みつけた。おい、ここはお前みたいなゴミ野郎が来る場所じゃない。一体何しに来たんだ？ああ、ひょっとして行くところがないから、雇ってくださいってすがりに来たのか？俺は決まりが悪くなり、そのままうつむいた。あれ？図星か？お前らたつき製作所のやつらは、ずいぶん舐めた態度をとってくれたからな。特にお前、名前なんだっけ？ああ、長谷川直人。お前だけは絶対に入社させないよう人事に言っといたから、とっとと帰んな、このゴミ野郎。二度とこの会社の資金をまたぐんじゃねえぞ。そう悪態をついて嫌な笑みを浮かべる。俺はいたたまれなくなり、そのまま会社を飛び出した。福田の笑い声がまるで追いかけてくるようだった。あの嫌な悪態がずっと耳から離れない。俺がバカだった。やはりここに来るべきじゃなかったんだ。あんな奴のいる会社で働くくらいなら、どぶさらいでもする方が何倍もマシだ。俺は近くの公園まで来ると、思いっきり腹の底から、うわーっと叫んだ。餌を食べていた鳩が驚いて一斉に飛び立つ。はあはあと荒い息を吐きながら、俺は水飲み場の蛇口をひねった。水が勢いよく吹き出すと顔を直撃する。せっかく励ましてくれた英子さんにただただ申し訳なかった。でも俺はあの男をユリウステックのやり方を認めることはできない。もし自分の夢を諦めることになったとしても。また涙がこみ上げてきた。俺は再び水道の水を顔に打ちつけた。いつから俺はこんなに弱虫になったんだ。落ち着け。必死に自分に言い聞かせるが、全く効果はなかった。俺はベンチに腰を下ろすと、頭を抱えて膝に顔を埋めた。そんな時、懐かしい声が耳に入る。長谷川くん？ひょっとして長谷川くんじゃない？そこに立っていたのは、中学時代の同級生、平川幸恵だった。え？平川？やっぱり長谷川くんだ。すごい偶然。10年ぶりじゃない？確か、同じクラスだったよね。ああ。俺は、慌てて涙を拭った。ひょっとして、目が赤いのに気づかれただろうか。平川は、なんでここに？実は職場が近くでね、天気もいいし
久しぶりに公園でお弁当食べようと思って、そしたら長谷川くんがいるんだもの。びっくりしちゃった。そう屈託のない笑顔で笑う幸恵の顔を見て無性に恥ずかしくなる。俺はじゃあまたと背中を向けて歩き出した。待って、幸恵の声にビクッと足を止める。ごめん、私本当はあなたのことずっと見てた。なんだか声をかけられなくて。ねえ、よかったら話してくれないかな。一体何があったの？長谷川くんのあんなに辛そうな姿見たの初めてで。やめてくれ、同情なんかいらない、放っておいてくれ。俺は小走りに歩き出した。人は一人じゃ生きていけない、時には頼ることも大事だって教えてくれたのはあなたじゃない。中学の時、クラスの子にカバンを隠されて校舎裏で泣いていた私にそう言ってくれたよね。あの時、嫌がらせをされていることを知られるのが怖くて逃げようとした私にあなたは言ってくれた。お前は一人じゃないって。平川、今度は私があなたの力になりたいの。あなたは一人じゃない。俺は足を止めた。くっそ、今それ言うかよ、反則だろ。頬に一筋の涙が流れ落ちる。俺はそのままベンチに力なく座った。平川も隣に座る。その後すべてを平川に話した。両親を失い大学を辞めたこと、たつき製作所に入社したが潰されて仲間を失ったこと、そしてたった今ユリウステックから逃げてきたことを。平川は何も言わずに黙って最後まで話を聞いてくれた。しばらく沈黙が続く。すると突然幸恵が立ち上がった。平川、長谷川選手、泥沼に足を取られしばらく身動きできませんでしたが、ようやく脱出、折り返し地点にたどり着きました。先頭とは距離はだいぶ差がありますが、果たして追いつけるか。一体何を。彼女はまるでマラソンの実況中継のようなアナウンスをしたかと思うと、右手をぎゅっと握りしめ俺の方を振り返った。大丈夫、長谷川くんならきっと追いつけるよ。だって私、長谷川くんに憧れて宇宙の勉強を始めたんだもの。一体何を言って。私ね、今 YK エアでロケットの開発に携わっているの。 YK エアって言えばすごい大手企業じゃないか。まさか平川も宇宙に携わる仕事をしているなんて。ねえ長谷川くん、 YK エアの面接受けてみない？うちの社長は女性なんだけど、すっごく美人でかっこいい人なんだ。でもどこか優しくてあったかくてすごく頼りがいのある人なの。きっと事情も分かってくれると思う。長谷川くんすごい人なのに、このまま諦めたらもったいないよ。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいよ。でも俺大学中退したから高卒だし、 YK エアみたいな大手の会社が高卒の俺なんかを採用してくれるわけないだろ。幸恵は両手で俺の手をぎゅっと握るとにっこり笑った。長谷川くんはこんなところで終わる人じゃないよ。もっとすごいことを成し遂げる人だと思う。大丈夫、自分を信じて。平川、夢中になって励ます幸恵を見て、俺は少しだけ明るい気持ちになった。幸恵はふと俺の手を握りしめていることに気がつくと、慌てて手を離し急に恥ずかしそうに目をそらした。あ、ごめん、私つい。そんな彼女の姿を見てふっと笑みがあふれる。わかった、俺 YK エアに挑戦してみるよ。当たって砕けろって言うしな。砕けないわよ、長谷川くんなら。例え話だよ、俺も砕けるのは嫌だし。俺たちは大笑いするとそのまま宇宙の話に花を咲かせた。楽しかった、こんなに楽しいのはいつぶりだろう。俺たちは夢中になって話し続けた。いけない、私会社に戻らなくっちゃ。幸恵は慌ててカバンから名刺を取り出すと、ささっと携帯番号を走り書きして渡す。これ私の携帯番号、
よかったら連絡して。絶対にまた会おうね。じゃあ。そう言って、慌ててバタバタと走り去っていく。そんな彼女の後ろ姿を見ながら、俺は苦笑した。YK エアか。そういえば、俺はかつて YK エアと取引があったことを思い出した。確か、担当者の名刺があったはず。名刺入れを取り出すと、一枚一枚確認していく。あった。YK エア担当の、そう、玉田さんだ。彼は、メガネをかけた、ちょっと小太りの優しいおじさんだった。俺は携帯を取り出し、電話をかけた。玉田さんは、俺の技術を大層気に入り褒めてくれていたこともあって、事情を話すと、喜んですぐに面談の場を作ると約束してくれた。幸恵がくれたこのチャンス、絶対無駄にしたくない。俺は、そう思っていた。数日後、玉田さんから連絡をもらい、俺は、YK エアの面接会場へやってきた。緊張した面持ちでドアをノックする。失礼しますと言って部屋に入ると、そこには女性の社長を中心に5人の面接官が座っていた。そこに玉田さんの姿もあった。幸恵が言っていたように、社長の美しさは本物だ。顔周りで揺れる美しい前下がりのグラデーションヘア、中性的な顔立ちに浮かぶ深いブラウンの瞳、凛々しささえ感じられるその姿に思わず見入ってしまう。どうぞおかけくださいと言われ、俺は椅子に腰掛けると息を呑んだ。面接を担当します社長の宮城忍です。早速ですが、簡単な自己紹介とお仕事の経歴、我が社の志望動機をお聞かせいただけますか。俺は今までの経歴と自分がどれだけロケット開発を夢見て走り続けてきたかを語った。自分が高卒だということなんてどうでもよかった。ただ、俺の中にある熱い思いを夢中になって語り続けた。面接官たちは皆、笑顔でうなずきながら、俺の話を興味深く聞いてくれた。そして最後に、ユリウステック工業の子会社である、たつき製作所が、社長の息子によって潰されてしまった話をした。その話を聞いた途端、面接官たちの顔色は一変した。何やら小声で言葉を交わしている。なんだ、俺は何かやらかしてしまったのだろうか。まずい話をしてしまったのか。一抹の不安が胸をよぎる。面接官たちの会話がピタッと止まり、社長が俺に向かって驚きの提案をしてきた。一つ質問をします。あなたはユリウステックに復讐する気はありますか？え？俺は驚いて顔を上げた。我が社は次のコンペで人工衛星の部品供給の権利をユリウステックと争うことになっています。YK エアは必ず勝利しなくてはなりません。我々のチームに加わり、ロケットの部品を作りませんか？あなたのその素晴らしい才能と技術を私たちに貸してほしいんです。宮城社長は真剣な表情でそう言った。面接官たちの視線が俺に集中する。心臓の鼓動がまるで自分のものじゃないようにドクドクと波打っている。復讐という言葉には少しためらいがあった。でも俺は心の中をすがすがしい風が吹き抜けていくような感覚に襲われた。まだ夢を諦めなくてもいいのか。再びチャンスが与えられるというのか。大学を辞めることになり、絶望していたあの日、自分は一生夢を持つことなんかできないと思っていた。でも、暗闇のどん底にいた俺に光を差し込んでくれた英語さんや、仲間たちの優しい笑顔、俺の夢を信じて応援し続けてくれた両親の笑顔、大丈夫と励ましてくれた幸恵の顔が次々と浮かんでくる。俺は顔を上げた。もう、ためらいも迷いもなかった。宮城社長の顔をまっすぐに見つめる。ぜひ挑戦させてください。持てる限りの知識と技術を駆使して、全力で取り組みます。そして、素晴らしい部品を作って、必ずユリウステックに勝利してみせます。社長は大きくうなずくと、満足そうに微笑んだ。わかりました。では、1ヶ月後に行われるコンペの結果を見て、あなたを正式に採用するかどうかを判断したいと思います。それでいいですね。はい、よろしくお願いします。俺は深々と頭を下げた。
もう一度ロケットの部品を作れるんだ。俺の心は期待と喜びに満ちていた。そして次の日から俺はチームに加わり、部品の開発をスタートさせた。 YK エアでは部品製作において一部の工程を機械で行っていたが、俺は全て手作業ですることを提案した。手作業にすることで緻密で繊細な美しい断面を再現できる。俺は英語さんの言葉を思い出していた。同じように見えても必ずそこに誤差が出る。その誤差は機械の事故やトラブルになりかねない。決して手を抜いてはいけない大事な作業だということ。俺はチームのみんなと日々製品向上のために研究し続けた。そしてユリウステック工業との対決の日を迎えた。審査は宇宙科学開発機構から派遣されたスタッフによって行われた。コンペは人工衛星に適した部品をそれぞれ提出し、その耐久性や精度、クオリティなど様々な項目において審査が行われるものだった。一つ一つの部品が念入りにチェックされていく。俺たちは祈るような気持ちで審査を見守った。勝負は YK エアの圧勝だった。ユリウステック工業は人件費削減のために部品を作るほとんどの工程を機械によって行っていたのだ。チームメンバーは歓声を上げ、喜びを分かち合った。勝負に負けたユリウステックだったが、その後提出した部品の不備や不正を掲げて審査のやり直しを公言し、様々な圧力をかけてきた。だがそんな時、ユリウステック工業が関わっていた航空機が事故を起こした。ユリウステックが部品の製作費用を大幅に削っていたことが発覚し、それが問題となり、ニュースや新聞記事で取り上げられ、バッシングを受けることになったのだ。そんなこともあって、人工衛星トリトンの製作は YK エアが請け負うこととなった。そして俺はその勝利に貢献したことを認められ、正式に社員として採用された。だが俺は、優秀な人材は自分の他にもいる。昔工場で一緒に働いていた技術者こそ御社の役に立つはずだ。ぜひ彼らを雇ってほしいと願い出た。宮城社長は、残念ながらそれはできない。でも従業員がみんな戻ってくるならば、 YK エアが工場と土地を買い戻してたつき製作所を再建できるように尽力してくれると約束してくれた。俺は宮城社長に何度も頭を下げ、感謝の意を示した。数日後、俺は宮城社長に呼ばれ、社長室へと出向いた。宮城社長はそこで重大なことを俺に告白した。実は私ね、あなたのお母さんの涼子とは親友だったの。同じ大学の同期でね、お互い一緒に宇宙科学開発機構でロケットの打ち上げをしようって意気込んでいたのよ。え、母もロケットに携わる仕事を夢見ていたんですか？そんなこと今まで一言も。母はずっと専業主婦で。あなたがたつき製作所でロケットの部品を作っていたと聞いて驚いたわ。まさかうちの会社の面接に涼子の息子が現れるとはね。本当は黙っていた方がいいんじゃないかと迷っていたんだけど、やっぱりあなたには知っておいてほしくてね。涼子は大学を卒業してから宇宙科学開発機構で働くことが決まっていた。私は残念ながら試験に落ちてしまったけど、でも涼子は大学時代にあなたのお父さんと交際をしていて、卒業してすぐにお腹に小さな命が宿っていることが分かったの。涼子は随分悩んでいたわ。でも迷った末に母親になることを選んだ。そしてお父さんと結婚し、あなたを産んだのよ。そんな、母さんの夢を俺が奪ったのか。俺が。真っ青な顔をしている俺に社長が心配そうに声をかける。長谷川君、大丈夫？すみません、俺ちょっと失礼します。俺は社長室を飛び出した。母さんも父さんも俺の夢を応援してくれていた。でもそれは母さんの犠牲の上に成り立っていたんだ。俺は母さんの夢を踏みにじって今好きなロケットの仕事に就いている。母さんを踏み台にして。俺はショックのあまり気が動転していた。そんな時ふと幸恵の顔が浮かんだ。
あなたは一人じゃない。その言葉が思い出される。俺は携帯を取り出すと握りしめた。その夜、俺は公園のベンチに佇んでいた。その姿を見つけて幸恵が走ってくる。長谷川くん、どうしたの？大丈夫？ごめん、こんな夜遅くに呼び出して。ううん、いいの。何かあった？コンペはうまくいったんでしょ？俺は社長から聞かされたことを彼女に話した。俺のせいで母さんは夢を諦めた。俺は母さんの夢を踏みにじったんだ。俺は頭を抱え込むと込み上げてくる涙を必死にこらえた。長谷川くん、それは違うと思う。確かにお母さんは夢を諦めたかもしれない。でもお父さんを愛していただろうし、お母さんは出産を決断をしたことを絶対に後悔なんかしなかったと思う。なんでそんなこと言い切れるんだ。母さんが苦しんでいたかもしれないのに。俺は。幸恵は立ち上がると強い口調で叫んだ。お母さんにとって長谷川くんは宇宙の夢と同じくらい大切な存在だったんだよ。だから夢を諦めてでもお腹の小さな命を守っていくことを決意した。だってそうでしょ？お腹の子のお母さんは自分だけだもの。私がお母さんの立場でも同じ選択をしたと思う。だからお母さんは長谷川くんに犠牲になったなんて絶対思ってほしくないと思うから。幸恵は言葉に詰まるとそのままうつむいた。彼女の方を涙が濡らしていく。バカだな、なんで平川が泣くんだよ。だって。俺はそっと彼女の肩に手を置いた。すると幸恵は俺の胸にしがみついて激しく泣きじゃくる。俺はじんわりと温かい気持ちに包まれるのを感じていた。今までこんなに俺を思って泣いてくれる人がいただろうか。俺は彼女の体を自分から離すと少しかがんで彼女の頭に優しく手を置いた。ありがとう、平川。お前の話を聞いていたら、なんだか母さんの気持ちが少しだけ分かった気がするよ。それにしても、他人のためにそんなに泣けるなんて、平川は本当に優しいんだな。そんなことない。こんな気持ちになるのは、長谷川くん、相手が、その、あなただから。え？俺は驚いて、幸恵の顔をじっと見つめた。私、ずっとあなたのことが好きだったの。いつも夢に向かって懸命に走り続けるあなたが、大好きだった。平川。胸に熱いものがこみ上げてくる。俺は、幸恵の華奢な体を強く抱きしめると、そっと口づけをした。空を覆っていた雲が切れ、月明かりが優しく、俺たちの姿を照らしていく。こんなどうしようもない俺だけど、そばで支えてくれるか。これからもこんな風にずっと平川と一緒にいたいんだ。私も長谷川くんの力になりたい。あなたの夢を私も一緒に追いかけていきたいの。ああ、一緒に夢を叶えよう。うん、お母さんの夢も一緒にね。こうして思いが通じ合った俺たちは、満天の星を眺めながら新たな未来に向けて、何があっても諦めず互いの夢を叶えようと固く誓った。その後、宮城社長のおかげで辰木製作所は工場再開を果たし、馴染みの従業員たちがみんな次々と戻ってきた。入院していた英子さんも思いのほか術後の回復が早く、リハビリの後再び社長に戻れることになった。そして改めて人工衛星トリトンの部品製作の依頼を受けた辰木製作所。従業員たちは新たな目標に気持ちを高揚させ、喜びに沸いた。そして俺たちは、必ずみんなでトリトンの打ち上げを成功させようと、決意を新たにするのだった。宇宙空間は、まだまだ解明されない謎に満ちた世界だ。壮大な宇宙を探索していくことは、人々の生活には直接関係ないように見えるかもしれないが、人類の未来にとってはすごく大切なことであり、人間の誇りの象徴なのだと思う。自分たちが作るロケットの部品もとても小さいが、その部品が
大きな人類の飛躍のために重要な役割を果たすのだ。俺はそんな自分たちの仕事に誇りを持ち、これからも夢に向かって邁進していきたいと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。